麻都川は南西諸島の沖縄島南部を流れる二級河川である。上流部は金城川とも呼ばれる。沖縄県那覇市朱里堀,堀町の弁が竹に発し、那覇市とハエバル町の境界付近を南西方向へ流れる。那覇市町付近で向きを北西方向に変え、金城ダムを通過する。那覇市松川付近でマカビ川、那覇市三原付近で木分茶川を合流し、 那覇市牧市付近までは複雑に蛇行しながらおおむね、西へ流れる。姫百合り橋で国道330号、西温橋で国際通りと交差する。牧市から北西方向へ直線的な流路を取り、草原寺橋付近で雲地川を分流する。さらに北西へ流れ止まり公共で国道58号と交差し東、シナ海へ注ぐ。流域の下流部は、 那覇市の中心市街地であり、中流部は住宅街となっている。また上流部にも住宅地が広がりつつある。近城ダム近くにかかる肘川橋は沖縄県の文化財に指定されている。中世以前の河口は佐渡付近にあり西側は浅い、入り江になっていたが、1451年。 川の南西に長高堤と呼ばれる堤防が作られてから堆積物が干潟を形成するようになり、河口が西へ移動した。干潟は片原と呼ばれ、塩田として利用されていた。川幅が狭く中流域で蛇行しているためしばしば洪水が発生している。特に1961年の台風23号では、死者4名、全壊家屋67個。 半海家屋186個の被害があり、その後も1965年の台風15号や1973年の台風3号でも氾濫して浸水被害が出ている。このため上流部に近所ダムが建設され、支流のマカビ川にもマカビ有水池が作られ、いずれも2001年に完成している。しかしながら2007年8月11日の集中豪雨でも氾濫しており、 カリュの河川回収の必要性が指摘されている。ありがとうございます。